はやとチャンネル。たいと思います。クロダイはね、カニを餌にして釣ることがあると思うんですけれども、豊洲グリル公園、クロダイ結構釣れてます。チヌ、通称チヌ。だとすると、カニがね、いてもいいはずなんですけれども、クロダイ釣る時のカニはいろんなカニがありますよね。マメガニだったり、タンクガニだったり、いろんなカニあると思うんですけど、おそらくこのグルリ公園の周辺囲っている運河、例えば隅田川とかありますけども、そこにもね、マメガニいるんじゃないかなと思うんですよ。グルリ公園結構岩壁で囲まれているので、目視でねそういうカニがこううようよいるっていうのは見れないんですけど、そういうカニがね多分いるんじゃないかと思ってるので、ぜひねそいつ捕まえて、やっぱりここクロダイの魚影が濃いのはカニがいることの原因の一つであるということをね確認してみたいなと思います。取れたかね、実際いるっていう情報全くないんでわからないんですけれども、頑張ってねカニ取りしてみたいと思います。じゃあやってみましょう。使う道具はねこれです。カニ網。まあハヤトチャンネルの中でねカニ取り何回もしてるんでもう知ってると思いますけども、まあ非常にメジャーなやつですよね、カニ網。これ開けると、まあこれ大体ね600円か700円ぐらいだったと思いますけども、これ開けるとねこういう風になって、中にこのみかん入れるネットみたいなものがあって、この中に匂いのきついねサンマとか鶏ガラとかね、鶏ガラもいいですし、それからイカとかね、綿をねぐちょぐちょにしたやつとか、豚肉の腐ったやつとかね、それをこの中にこう入れて、まあこの白いスカートみたいね、この網でね囲って、海底に沈めると。そうするともうカニがね、この匂いに誘われてこの白いところにね足を踏み入れたが最後もう絡まって取れなくなると。で絡まったカニごとこいつを地上に持ち上げてカニを取るという、そういう作戦です。カニ網これ2つね、やっていきたいと思います。でワンポイントアドバイスなんですけど、カニ網ね投げてると餌入れるネットがね破けてきたりすることがあるので、まあこういうふうにねなんかこう栗とか玉ねぎとかいろいろ、まあみかんとかもそうだけど、こういうネットにね入ってるものがあったら、僕はこのネットねちょっと取ってます。で予備として網が破けたらねこういうのも一緒にくくってしまえば、スカートの中にね入れてしまえばできるんで、これもね一応予備として、持参してます。ワンポイントアドバイス。うわ綿、この綿がねいいんだよね。綿はねちょっと絡めたい。感じだね。絡めちゃいましょう。これが一つ。それからイカ。イカもね、ちょっとゲソの部分は別の餌に使いたいんで、この足のところね、ゲソは取っといて、この中にね、また綿入ってるからね。ちょっともう雑ですけど。こういう風に入ってるから、これもねイカと絡めたい。でイカ自身はぶつ切りにしちゃうと。うまそうだよね。エンペラで、この綿とこのイカとこのサンマをね、これをもう全部こう絡め合わせる。こいつらをね全部こう絡め合わせちゃう。これ最強の餌だよ。こ
これ。これを、うわ、もうすごいね。この最強の餌を、こちらのね、ジップロックの中に2セット作っていきたいと思います。じゃあこれジップロックに入れていきましょう。はい、これでカニのね、餌の仕込みは終わりました。はい、こんな感じ。すごいよね。うわ、フィッシンカーニバル、フィッシンカーニバル、フィッシンカーニバル、聞こえないように、フィッシンカーニバル、フィッシンカーニバル、フィッシンカーニバル、聞こえないように。ぐるり公園ね、南側はこういう風にゴロタイシがずらーっとね敷かれてます。ここね、いそうだけどもちょっとね、柵の奥側には入っちゃダメなので、まあ、ここもね、多分カニとかいそうな感じはしますが、ちょっとね、やっぱり運河の中、そこをね、狙っていきたいなと思います。このゴロタ周りはね、カニ絶対おるよね。まあでもこれは柵の向こう側なので、まあ、入らないようにしましょうね。はい、行ってこい。よーし、ついててくれよ。スペシャル餌だからね、手応えはないよね。ワク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 。いる？あ、いないね。いないな。もう一回。こっちはどうかな。ワク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 。いるかな。あー、いないね。これももう一回。さあどうかな、2回目。さあどうかね。手応えないな。手応えなし。ポイント変えよう。Thank you.
汚れたらねすぐにね流しましょうね。あのこびりついたら取れなくなっちゃうんで、なるべくこまめに汁とか垂れたらさっとね流しておきましょう。歩いてる人もいるからね。ここなんか引っかかんだよな。ほら引っかかってる。岩がすげえな。なってるわけだね。ここ下がね、こっち分からなかったし、満潮だったかどうか分からなかったけど、どうしよう。よし、来てるかな。やっぱ手応えないね。上げてみんと分からんな、これ。どうかな。あーいないね。やば、引っかかってる。何がある？あ、なんかあって引っかかった。なんかあって引っかかったよ。これ取ろうか。これなんだこれ。ゴミ、ゴミっていうか貝。取れません。あ、いた。一匹。いた。とりあえずカニ取れた。なんかすごいこういうのが引っかかってくるね。今日の釣果です。すごい釣果だね。カニが2匹も取れちゃった。はい、お疲れ様でした。ということでね、あの豆ガニ、あの確かにいました。だいたいねこの辺にいました。この辺豊洲大橋から隅田川をもっとね上流に上ったこっち、この辺にねあのマメガニいたんで、でそこにいました。海底にいたんで、あのクロダイねヘチ釣りであの狙うときにそこにベタ付けであの狙って釣るっていうのがね結構釣れるんですけど、それはねあの確かに理にかなってるなというふうに思いました。なんせねそこにマメガニが結構たくさんいるっていうことが分かったので、まあ、それを捕食しにねクロダイチヌ結構泳いでるだろうなというふうに思います。なのでまあヘチね、ここら辺も多分クロダイいると思いますし、もちろんもっと海の方もいると思います。ということで参考になっていただけたでしょうか。あの豆ガニ豊洲ぐるり公園で取れるかを確認してみましたの回でした。お疲れ様でした。Hello, John.